ピーちゃんは普段クロストックのスタッフとして働いています。しかし深夜0時を過ぎると魔導士ピーちゃんとして星占いもしているんです。毎週この番組をご覧いただき本当にありがとうございます。あなたの今週の運勢はいかがでしょうか。2023年1月30日から2023年2月5日までの1週間の占いです。この番組は毎週星2つ星1つのちょっとだけ運気が残念な方々にあれやこれをおすすめする変な占い番組です。先週は懐かしい音楽のおすすめ特集でした。今週は動画制作や SNS に役立つアプリ特集でございます。この番組はどんなソフト使ってるの？この番組はソフトもアプリも使ってません。呪術でムービーを生み出しています。今週は動画制作や SNS に役立つアプリ特集でございます。星の数の多い人ほどラッキー。星が一つの人はちょっと残念。お羊座とお牛座の方は星3つで平穏、双子座の方は星5つで絶好調。2がラッキー。谷中小道のソフトクリームを2つ食べる。美味しいんだよ。ありがたい。蟹座の方は星3つで平穏。獅子座の方は星4つで好調。星2つの乙女座の方には、アドビのスパークビデオをおすすめ。星2つの天秤座の方にはアップルのガレージバンドをおすすめ。サソリ座とイテ座の方は星3つで平穏。ヤギ座の方は星5つで絶好調。6がラッキー。王子タヌキ屋のタヌキモナカを6個食べる。そんなに？水亀座の方は後でね。魚座の方は星4つで好調。ほんのちょっと残念な水亀座の方には、アドビさんのフォトショップカメラをおすすめ。かっこいい写真が作れますよ。この写真もフォトショップカメラを使ってみました。SNS にもいいね。開運ラッキーアイテムはポチスライドです。この写真は何ですか？かっこいいじゃないですか。あとなのに前説でございます。今週のおすすめでございます。今週の動画制作や SNS に役立つアプリ特集の一つ目は Adobe のスパークビデオです。このスパークビデオはすごいんです。とにかくすごいんです。何がすごいかって、ビデオクリップ、写真、アイコンを簡単に組み合わせて魅力的なビデオをわずか数分で作れちゃうんです。出力は 720p です。 1080p じゃないの？っていう方もいらっしゃるでしょうが、よく考えてみましょう。大きなビデオじゃ iPhone が重くなっちゃいますからね。これぐらいがお手軽というものでしょう。コンテンツで勝負じゃ。そんなこんなでとにかく試してみてね。今週の動画制作や SNS に役立つアプリ特集の2つ目は Apple のガレージバンドです。実はこの番組は Apple の iMac 上で iMovie を使って編集しています。音声編集には Audacity や、やっぱり Mac 版のガレージバンドも多用しています。複雑な編集はしないけどスピード命という方にはおすすめのセットですね。 Mac 版に比べるとガレージバンドの iPhone 版はちょっと寂しいかしらとお思いの方、裏切られます。間違いない。こいつは結構できるやつなんです。電車の中で通勤中なんかにちょっとした BGM 作っちゃいますよ。ぜひお試しあれ。今週の動画制作や SNS に役立つアプリ特集の3つ目、
最後のおすすめはこれでございますの。アドビさんのフォトショップカメラでございます。フォトショップは知ってるけどカメラもあったの？そうなんですよ奥様、あったんですもんね。こんな普通の写真があるし、こんなことになったりあんなことになったりで大騒ぎ。そんなこんなで使ってみるとみんなからあの素敵なんて言われちゃったりして、ぜひぜひのおすすめでございますのよ。 BGM は江口信弘さんの明日ハレルヤでした。今週もいろいろなものをおすすめさせていただきました。ありがとうございました。あなたの今週がハッピーでありますように。カタキンでした。バイバイ。